藤原中光は平安時代中期の武士。藤原氏の流れを組むと考えられるが、詳しい経譜は不明。一説によると、藤原北家秀里流とされるが、伝説上の人物とも言われている。藤原中義、雪とし丸らの父。源の三中の家臣として使え、三中が遠離れて、摂津国川辺郡ただ盆地に入部したのに伴い、 同国池田の地に土着したとされ、現在の大阪府池田市不詳町の八幡城市は、中光の居城跡だとする説がある。秀でと流であったと仮定した場合、秀での一族を追舞している三中が、なぜその光栄となる中光を老頭にしたのかは、不明瞭だが、源の三中と藤原中光との間に起きた、美女丸、雪としまるの事件を機に、三中が隠居した後、 中光は、ただいんの主題殿となるなど、初期、聖は源氏の発展に貢献したとされる。また、高野山奥の院に存在する三中の供養刀は、中光によって建立されたものであると伝えられる。後代、中光は、平安時代の代表的武人として伝説化され、説話が残された。現在、聖は源氏ゆかりの寺院である、兵庫県川西市の万願寺や小阿波寺、 道宝塚市の不明寺などの境内に、美女丸、雪としると共に、中光の供養塔が存在する。中光の光栄を称する氏族として、出羽池田市や多大御家人の筆頭として知られる、塩川市などがある。摂津国池田の地に住んだ後、池田中光と名乗ったという説がある。以来、代々池田市を名乗り、平安末期の子孫とされる。 池田彦太郎秀森兄弟の伝説が東北地方に残されている。ありがとうございます。